皆さんこんばんは。2月6日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、アリン・ローランズ、コメンテーターはイン・ヤンと AK イップさんでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。プレイステーションホームがカプコンのゲームソフトと連動、ミート・ミーで押井守監督のバーチャル独占公演を配信、仮想世界でもバレンタインイベントが盛況、海賊シム Go Going Arg が1周年キャンペーンを開催中、メタルオタク2月7日にプレオープンイベントを開催。まず最初のニュースです。ソニーコンピューターエンターテインメントジャパンがプレイステーションホームでカプコンのストリートファイト発表しました。この2つのタイトルは2月と3月に発売される予定のカプコンの新作タイトルで、オンライン対戦や協力プレイに対応しているソフトです。今回発表された連動機能は、プレイステーションホーム内で出会ったプレイヤーが、その場からゲームのオンラインモードに直接移動して対戦などが行える機能で、発売後のバージョンアップで対応していく予定だということです。実装の予定などはプレイステーションホームの公式サイトで今後発表されるということです。またこの2つのタイトルのキャラクターのアバター用の衣装や部屋に設置することができるフィギュアなどの仮想アイテムも今後ホーム内で発売されるということです。次のニュースです。仮想世界ミートミー内にある未来都市トヨタメタポリスにて、アニメなどの映画監督として世界的にも有名な押井監督を招いて、押井守と未来を語るが行われます。このイベントが行われるトヨタメタポリスは、トヨタ自動車株式会社が去年10月1日にオープンした未来のカーライフをテーマとしたバーチャルシティで、押井監督によってデザイン・監修が行われています。今回のイベントでは、トヨタメタポリスのイベントホール内に設置された大型スクリーンに、押井監督と株式会社プロダクション IG の社長である石川光久氏の実写映像がライブ配信されるということです。公演の後には質疑応答の時間も設けられる予定ということで、ミートミー内からユーザーが直接質問を投げかけることができるということです。また参加者の中から抽選で5名の方に押井監督のサイン入り DVD が送られるということです。押井守と未来を語るは2月19日木曜日の19時から21時まで開催予定です。次のニュースです。2月に入り、各メタバースではバレンタインにちなんだイベントが次々と開催されています。美少女メタバースのアイスペースでは、現在バレンタインミスコンテストが開催されています。このミスコンは、投票用紙を集めた分だけ複数投票が可能で、ミニゲームなどで投票用紙を手に入れることができます。また、バレンタインシーズン限定のガチャガチャが登場する予定で、こちらの限定ガチャガチャの期間は2月12日から2月24日までの予定です。ニコットターンでは期間限定でチョコレートをくれるようになっており、チョコケーキやチョコトリュフが用意されているということです。また、バレンタイン限定アイテムを装備して友達の家を訪れると、限定ペアアイテムが訪問者と家の持ち主に贈られるということです。ダレットワールドでは恋のバレンタイン大作戦が展開されており、バレンタイン限定アイテムはもちろんのこと、ダレットワールドで一番甘いカップルを決めるファッションコンテストが開催されています。また、この期間限定のエリア、くつろぎエリアも登場しています。このくつろぎエリアでスクリーンショットを写すと、時々画面に何かが映り込んで、より甘い思い出が残せるということです。スカンドライブでもユーザーによるバレンタインライブが複数予定されているなど、楽しいバレンタインになりそうです。
インヤンさんはバレンタインデーはどのように過ごされますか？はい、なんかバレンタインはどういうふうに過ごすかっていきなり振られて、ドキッとしましたが、あまりですね、何かもらえるかっていうのは期待はしてませんが、バレンタイン、多分ですね、いろいろなイベントも、インワールドでも行われてます。セカンドライフだけではなく、今お話にあったように、ニコットタウンだとか、ダレットだとか、やはり大きなイベントということで、皆さんもね、楽しいひとときが過ごせるんじゃないかなと思ってますし、もともと、チョコレート会社が、いろいろと、こういうのを作り上げたといっても、お祭り好きな人たちにとってみてはいい機会ですし、また、こんなのあるかどうかわからないですけども、ちょっと打ち明けたいけども打ち明けられなかったというような、乙女がたくさんこのインワールドにはいるというふうに聞いてますので、そういう人たちにとってみたら、いい、チャンスではないかと。この時期に、キノコ型のチョコレートを誰かにあげるとかっていうのもいいかもしれません。以上です。はい、ありがとうございます。今年は逆チョコって話もありますので、男性からのですね、あらら。告白もお持ちしております。それでは、なるほど。次のニュースです。セカンドライフの配属をテーマにしたシム、Going Out が1周年を迎え、現在特別キャンペーンが開催されています。Go Going Out は、リアルでも海賊として活動しているアバタータレント、龍之介さんのシムで、海賊の隠れ家をイメージしたシムになっています。シム内には巨大な海賊船や砦が配置されていたり、セカンドライフで配信されているラジオ番組、ソラリューのスタジオが設置されています。これまでで SL 内のイベントだけではなく、日本語直訳ロックアーティスト、王様のライブを完全中継するなど、リアルも絡めたイベントを開催してきました。そんな Go Going Arc が1周年記念として配布するお宝が、株式会社アトラスとのコラボレーションで制作された、アトラス Go Going Arc オリジナルプリントクラブです。当然、セカンドライフ内で今だけしか手に入らない限定アイテムです。次々にサプライズを発信する Go Going Arc シム、ぜひ訪れて1周年記念アイテムを入手してはいかがでしょうか。次のニュースです。東京都大田区の地域振興プロジェクト、メタルオタクプロジェクトのシムが完成し、プレオープンイベントが開かれています。メタルオタクのプロジェクトは、ものづくりの達人が集まった街である大田区を世界的にアピールするプロジェクトで、仮想世界のプロモーションを行うことによって、若い世代にも職人的なものづくりの可能性を知ってもらおうと企画されたものだということです。今回のプレオープンイベントは2部構成となっており、第1部は2月7日の22時から24時まで、2組のアーティストのコンサートが開かれます。第2部は2月8日の0時から、シム内に隠された10カ所のデータボックスを探し当てるトレハンイベントが開催され、すべてのデータを集めると、メタルオタクプロジェクト特製のロボットアバター、メタロイドを入手することができるということです。AK さんはすでにこのメタルオタクプロジェクトのシムを訪れたということですが、どんな様子でしたでしょうか？はい、先月ぐらいこっそり人がいないうちにですね、覗いてきたんですけど、結構メタルオタクっていう名前からするとかなりベタな企画のイメージがしたんですけど、実際行ってみるとかなりバランスがすごく良くてですね、まず建物のバランスというか、こう、センターに大きいオブジェですかね。結構そうシでンすボね、リックなはいはい。ものがあって、なんかそれを中心にこう、うまくなんかこう、全体が構成されてるんで、なんかそういう、場所としてのビジュアルのバランスがまずいいなというのと、あとはやっぱりこう、なんでしょう。明日イベントをやるみたいですけど、そういうなんか イベント運営と、あと建物と、あと、インワールドの服とかのブランド、ですよね。その辺はいはい。も置かれてて、建物といい、商品といい、あとコミュニティ
といい、ちょっとまあその辺、そういうなんかバランスの良さもあってですね、意外に結構、意外にいつも怒られそうですね。予想に反して、結構やっぱそう考えられてるなって感じがしたんで、まあ、あと肝心のそのね、大田区の工場の紹介までうまくこう PR につながるかどうかっていうのは、まあ今後、楽しみなところでありますけど、結構見ておいて、結構参考になる作りをされてた印象がします。あ、ありがとうございます。まあ、いやいや、まあちょっと、そうですね、イベントとかも機会あれば、皆さん、顔出してみてはいかがでしょうか。以上です。はい、ありがとうございました。VWBC では、このメタルオタクプロジェクト、プレオープンイベントを生中継する予定です。放送時間は明日2月7日22時から24時。ただいま皆さんがご覧になっているチャンネルでご視聴いただけます。コンサート会場に入場できなかった方、ぜひ VWBC の放送でご覧ください。以上でバーチャルワールドニュースを終わります。